祝辞、弔辞、フォーマルな席での挨拶の参考になるような文章を皆さんに送っていただいております。ラジオネーム三平。正弘、お前就職したんだってな。36年、共にニート街道を爆走してきた仲間として情けないよ。趣味も特技もなく、彼女も扶養家族もいない貴様みたいなカスが職についてどうする？何を養うのだ？お小遣いなら親に頼めばいいだろうが。すまん。仲間を失ったことでやや感情的になってしまった。お恥ずかしい。就職に関してはズブの素人だから、わしは何にも言ってやることはできないが、その代わり読み直したら楽しかった漫画ベスト3教えてやろう。3位、筋肉マン。2位、キャプテン翼。1位、珍勇気。くしくもすべてジャンプ作品。ジャンプ最高！乾杯！これどこで発表すんだ、俺は。参考にできないだろ、こんな挨拶お前らの。うん、ラジオネームサイン Z。今日は僕の得意な腹話術で、祝辞を読もうと思ったんですが、人形を家に忘れてきちゃいました。すいません。だから、どうしようかな。とりあえず、アナルを使ってやってみますね。まあ練習してないからうまくできるとは思いませんけど、とりあえずね。さとみさん、ゆうきくん、結婚おめでとう。アナルたちの、かっこあなたたちの、結婚、本当に嬉しく思います。お知り合いになってから、なんと4ヶ月で結婚。ひー、早い。肛門も早いと、かっこ、肛も早いと。肛門も早いと、もしかしたらお子さんができるのも早いかも。なんちゃって、ん？否定しないんですか？ん？あれ？匂うな。お二人匂いますな。アナルだけに。まさか実はもうお子さんができちゃってたり、冗談ですよ。話もアナルも無駄に広がっちゃいましたね。とりあえず結婚おめでとう。あ、案外できたな。特に練習もしてないけど、まあやってみるもんですね。何をしてんのこれは。どこで何がどうなってんだこれ。どうしようかな。ラジオネーム、もち2個。おい、お前、俺何回も言ったよな。それはローストビーフじゃない。ラグビーボールだって。それなのにお前はラグビーボールを少しずつ剥いではそれを食べて、その度に腹壊してたな。何が噛めば噛むほど旨味が出てくるだよ。彼女に振られたあの日、お前は焼け食いだと、細くなったラグビーボールに直接食らいついて倒れたんだよな。ラガーマンちゃラガーマン、ラガーマンらしい死に様だったよ。天国でも元気でな。何を言ってんだよ、俺は。あはははじゃないんだよ。お前に鼻で笑われるほど嫌なことないよ、ゲスナーは。笑い方まで咳をするんじゃないよ。この違うんですよ。咳のせいで変な笑い方になっちゃうんですよね。こう、って。じゃあ笑うなよ。黙ってる方がマシだろ、お前。牧野じゃないんだからよ。相当、相当評判悪かったんだな、牧野。そうだよ。こんな名前今日2回目の牧野。牧野と西堀は双璧。まいったなぁ、牧野の。まあ今の牧野はまたもう伸びてるかもしんないからな、うん、あの頃より、はい。ってなると、やっぱり右肩下がりの西堀と、ちょうどこうクロスするときが来るかもしれない。クロスしてどうなるんですかそこで。全然だってセクシーな男発表しないじゃん、はい、あります。いいですか言って。あるあるに乗せてな。あるあるに乗せて。セクシーな人を一人セックス、あるある。セクシーな人あるある。歌に乗せるんですよね、あるね、はい。
ベビーベビーベイ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 ビーセクシーな人のあるある言いたい。ベビーベビーベイ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 ビーセクシーな人のあるある言いたい。今からセクシーなあるあるを言うよ。今からセクシーのあるあるだ。セクシーなあるある、これから言いたい、早く言いたい、セクシーあるある、あるある、セクシーなやつ言いたい、セクシーなあるある言いたい、今すぐに言いたいね。セクシー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 あるある、今から言うね。セクシー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 あるある、今から言うね。胸元開いてる。セクシーな人言えっつってんだよ。セクシーあるある言うよじゃないんだよ。両立できないんですよ。マキクロードだね。マキクロード。長かった歌。長かったのお前が長くしてるだけじゃないか。いや、一回セクシーあるある始まったらもう終われないんですよね、やっぱ。気が利かないよ。気が利かない？ブレイク。